俺は16歳からこのままの手の動きしてる状況だけど、手こきとかマジで操作ディスられることも超多かった。だけどマジで操作どんなこと言われても俺は曲げずにオリジナルスタイルだと思ってこれを突き通してきて、今でもこの動き止まることなくフリースタイルダンジョンでもこの手の動きを披露したぜ。だからマジでみんな自分のオリジナリティを大切にしてくれ、個性を大切にって感じ。そしてマジで操作、もしも自分の彼女に手こき上達してもらいたい場合は、俺のこの手の動きの動画をサンプルに見せてもらえれば1週間ぐらいで上達すると思いますので、よろしくお願いします。フランケンでした。今日も一日頑張ってください。聞いてもらって光栄です。ありがとうございました。えいしょ、今は無事家に帰宅して、マジでこれから操作26日のライブに向けてリリックを覚えるところ。台風みたいに俺はマジで操作リリック頭からライブ中飛んじまってフリースタイルになっちまいから、飛ばないでしっかりライブできるように今から2時間ぐらいかけて5曲分ぐらいしっかりリリックを覚えるぜって感じの今家です。聞いてくれると光栄です。ありがとう。えよ、藤田ゆうきくん、マジで俺は夕日見ながらマジラップかました。ゆうきもらったぜ君の言葉、彼女ができた最高じゃん。マジでそうさ、太陽が照らしてくれる俺たちのこと常にマジでなるぜ幸せ。ポジティブ思考な感じで異様な雰囲気吐き出すフランケンの高速フリースタイル。だけどマジで野球はやってねえけど、マジで病んでねえけど、彼女を大切にしといてくれ。マジで結婚報告待ってるぜ。さっきのゆうきくんじゃなくてもう一人のゆうきくんに対しフリースタイル。ゆうきくんを俺が空気汚染するぜ。フランケンの中毒ラップ、いつも通り止まらなくなる。マジ夢の中でも俺のラップが出てきて君は眠れなくなる。というかマジでぐっすり睡眠が取れるが、朝起きたらフランケンのワードラップ、早口フリースタイルが頭からこびりついて取れなくなっちまって、学校行っても友達にフリースタイル高速でかまして先生に怒られないように気をつけてくれ。えいしょ、フランケンの手の動きが手こきみたいというから、手の動きだけ軽く乗せとく状況。マジで操作、こんな感じの手の動きで俺はいつも即興かましてる感じ。手はどちらかピースというとこの3本指立ってる、そしてこの奥の2本でマジでこうやって掴んでる感じでしょうか。わからねえけどマジ手こきとかは興味ねえけど、俺は同性愛者じゃねえけど、マジで操作手こきみたいな動き、手の動き早すぎて全然わかんないでしょ。だから今からゆっくりかましてみると、俺はこんな感じで手の動きゆっくり、これを早く叩きつけるとマジでこんな感じ、軽く飛ばしていく感じの、こんなフランケンのラップショーケースみたいな感じの手の動きでした。えいよ、なぜフランケンが早口ここまでできるようになったかって、その理由について今から説明するぜ。 Yo、俺はマジで操作20代中旬からマジで操作3年から4年ぐらいの間、ラップニュースボンバ組でレギュラーやってました。その時の恩師 AD 山本さんがすげえ厳しくて、マジで操作陰も踏んでない、新聞のトピックを陰を踏まずに早口でラップ調に歌ってくれっていうのがマジで注文。それでマジで週一、俺はいつもラップし早口でガッチリとガチンコ一本勝負やってた。それはマジでテレビで流れて、カラオケで流れて、ボーリングで流れて、どこでも流れてた。だからミスは許されなかった状況。だけどマジで操作陰も踏んでない状況でラップっぽく見せるの大変だった。マジでその訓練、暑い夏も音が入るからってクーラー消してガンガン早口の練習やってた。そんな感じの3年間があったから俺の早口は身についた。マジでその時は苦しかったし嫌だった、逃げ出したい気分もあった。だけど今になって思う言葉、一番やってて嫌なことが今になってはがっちりと身についてる。